沿線風景三木鉄道株式会社は、兵庫県で、旧、国鉄の特定地方交通線であった、鉄道路線の三木線を、2008年3月まで運営していた、三木市、兵庫県などが出資の、第三セクター方式の鉄道会社である。本社は、兵庫県三木市福井2丁目12番43号に、置いていた。三木線廃止後、解散した。 第一次特定地方交通線に指定された国鉄三木線を運営するため、1984年10月18日に三木鉄道株式会社が設立され、1985年4月1日に国鉄から三木線を継承して営業を開始した。三木線は2002年に芝山鉄道が開業するまで講義の第三セクター鉄道の中では営業距離が 日本で最も短い鉄道であった。ところが、三木市から神戸市内へ向かう旅客は、神戸電鉄青線を利用し、三木市西側の加古川線に接続している。三木線は旅客の主要な移動方向に合致しておらず、さらに沿線に目立った集客施設もないために、第三セクター転換後も乗客の減少が続き、慢性的な赤字に陥っていた。第三セクター転換時に、 国鉄から受給した転換交付金で赤字を穴埋めしていたものの、転換交付金は1996年に底をつき、以後は三木市の予算で赤字補填をしていた。しかし効果的な収支改善策も全く取れないまま、2006年には営業係数が313.4に達した。社長の過去不差を三木市長は市の歴史的遺産であるとして引き続き路線を、 存続させる意向を表明し、経営改善のため、約800メートル離れている、三木鉄道の三木駅と神戸電鉄三木駅を連絡し、利用客の増加を図ることを構想した。その方法として、この当時 JR 北海道が開発中であった、線路と道路の両方を走行可能なデュアルモード、ビークルの導入を、検討事項の一つに挙げた。しかし経営支援を行ってきた。 三木市の財政状況が悪く、2006年1月に行われた市長選挙において財政問題が争点とされ、市の財政再建のため、三木鉄道の廃止を公約の一つに掲げた、部本義秀が過去不佐を大差で破って、新市長に当選し、社長に就任した。その後9月から10月にかけて行われた市民アンケートでも廃止賛成が70%に、対して、 存続が11%の結果が出た。また外部監査の結果でも経営の継続は困難であり、今後20年間の存続に必要な支援額が20億円に達するとの試算が11月29日に出された。これらを受けて対策協議会が最終会合で廃止してバスで代替すべきとの結論を確認した。 オブザーバーとして参加した兵庫県や加古川市は12月21日に結論はやむを得ないとコメントした。なお2006年度には5400万円の計上赤字を出していた。2007年3月1日の市議会及び4月26日の三木鉄道の取締役会で三木線全線の廃止を正式に決定した。 7月23日に市長が廃止届を提出し、2008年4月1日に全線が廃止された。運行最終日には多くの人々が詰めかけた。三木駅に到着する営業最終列車三木線の歴史については、三木鉄道三木線を参照。経路は兵庫県道2 5号加古川三田線の西端部とほぼ重なる。三木180系転換時に導入された。 富士中工業製の LE カー2シリーズの二軸車で101、102の2両が在籍した。北条鉄道のフラワ1985型と側面窓以外は同型の車両でフラワ1985系の観光バスタイプに対し本形式は路線バスタイプのアルミサッシの上段固定下段上昇窓であった。ミキ300型に代替され、 102が1999年に101が2002年に廃車にされた。廃車体のうち1両は兵庫県笠西市幕町にある台湾料理店カーキラに引き取られ、2018年現在、同店の駐車場内で物置として使用されている。ミキ 300K 富士重工業製の LEE DC シリーズのボギー車で103、104、105の3両が在籍した。 車両増備及び、ミキ180系の置き換え用として、1998年に103、1999年に104、2002年に105を導入した。ミキ市ではミキ鉄道廃止後、2両を競売に付し、2008年に105を、タルミ鉄道が、104を、北条鉄道が落札した。保存前提で保管されていた103は、2009年6月に、 北千中海浜鉄道へ譲渡された。廃線後も、生産業務のため存続していた、三木鉄道であったが、2012年11月30日に、最後の株主総会が行われ、残余資産の分配が行われた。三木市には47,200平方メートル、加古川市には6,100平方メートルの土地が配分された。土地を含む、残余資産は、 三木市に5300万円、加古川市に500万円、兵庫県に1500万円などが分配された。単に800メートルとは言っても、三木鉄道は、加古川の支流の一つである美濃川の南に路線を持っていたのに対して、神戸電鉄の三木駅は美濃川の北なので、ここを鉄道で接続するためには、鉄道橋などを架ける必要がある。なお、 神戸電鉄の隣の駅の幹上の丸駅ならば、美能川の南だが、より距離が離れている。堀内茂と鉄道、路線廃止と代替バスは、幹鉄道の廃止が前提であるため、そのような結果が出るようにアンケートは、沿線から離れた地域で実施されたと主張している。鉄道事業法では廃止予定日1年前までに、届け出ることが定められているため、 2007年7月23日に提出された廃止届も廃止予定日は2008年8月1日としていたものの関係自治体などへの意見聴取で反対がなければ廃止予定日を繰り上げても良いとの例外規定がありこの規定を活用して三木鉄道の廃止日は2008年4月1日に繰り上げられた三木の明日市長選を前に 4? 鉄路の行方止まらぬ乗客減 再生なるか、三木鉄道。神戸新聞。オリジナルの2007年6月16日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org//20070616152409/http:/www.kob-np. w e b e co.jp スラッシュ c h i k i,、e、i, i k i スラッシュ r e n s a i スラッシュ 200601m i k i スラッシュ 04.html 2013年5月29日閲覧三木鉄道の乗客数29%増配し前の3月に集中。神戸新聞。オリジナルの2008年4月13日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/.web/.20080413232142/.http://www.kob-np.co.jp/.news/.touban/.000935514.shtml2013 e 年5月29日閲覧 神戸新聞、毎日新聞、朝日新聞 AB、三木鉄道、最後の株主総会預金など、財産分配へ。神戸新聞。オリジナルの2010年12月6日、時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/web/20101206033711 スラッシュ http。 コロンスラッシュスラッシュ www.kob-np.co.jp e スラッシュ news スラッシュ touban スラッシュ 0003645239.shtml2013 年5月29日閲覧旧三木鉄道の最後の車両、今日、最終職ダッシュ -asahi.com 旧三木鉄道、茨城で変わらず元気。 海も見ました神戸新聞ネクスト2017年7月29日。ありがとうございます。